なんでここにいる。見送りには来るなと言ったはずだ。質問に答えてもらおうと思って。もしはぐらかしたらこの列車に乗るわよ、私。だからちゃんと答えて。質問その1、なぜ私の見送りを断ったの。別れの場で辛気臭いのは嫌いなんだ。質問その2、私を一緒に連れて行こうとは思わなかったの。俺がこれからやる仕事は一種の賭けだ。連れて行っても生活の保障はできない。それに君はまだ高校生だし。質問その3、なぜキスまでしかしてくれなかったの。指一本触れなかったのは最初から別れるつもりでいたからなの。うん、分かってたわ。私を大事に思ってくれてたこと。質問、これで最後。やっぱり連れて行ってはくれない。君には自分の人生を大事に生きてほしい。きっとそんな風に言うと思ってたわ。これで私も吹っ切れたみたい。私は私の世界に戻るわ。ありがとう、純一さん。ユリカ、どこにいるの。出てきなさい、ユリカ。見合いの途中で抜け出すなんて、親に恥をかかせるんじゃない。あなた、抑えて。一緒に戻るぞ、ユリカ。ユリカ、どこだ。私は、私の世界に戻るわ。着いたらまず部屋に行って、この伸びた髪でも切ってもらおうかな。